平平日本の皆さん元気でしょうか。やる気で溢れてます。錦織、あっ全然じゃん。どうも、那須岡修造です。あ、いや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 、うわノリだけは一緒。今日いろいろ考えたんですよ。だから負けたらどうするか。俺が負けたら後で那須に何かやってもらうんだけど、ま、那須負けたらオリンピック以来五輪っていうことで、あの頭をゴリしてもらう。それはやめて。懐かしい話でね。渡辺さん、よろしくお願いします。前回もだいぶお世話になったし、本当にあのちょっとゲームできるような形までね、教えてくれたんで、今回はあの試合をするに欠かせないサーブの練習をしていきたいと思います。那須さん、どうですかサーブ。サーブですか。得意ですよ。最初挑戦していただきたいのが本格的なサーブを、持ち方からいきます。コンチェンタグリップって専門用語になるんですけど、包丁を持つようにラケットを持っていただきます。フラットとスピンとスライスを打ち分けなきゃいけないんですけど、そのためにこのグリップを持ちます。で、大体これあの最初テニス始められた方がこのグリップで打つと、サーブをこのグリップで打てるまで3ヶ月ぐらいかかっちゃいます。無事です。アドバイスする前にちょっと打っていただいて、はい、そこからアドバイスしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。打ってみますね。めちゃくちゃいい、ナイスサーブ。めちゃくちゃいい、ナイスサーブ。おい。やったことないよこんなの。こんなママしかやってないもん俺、この前回。すごい。やり直していいでしょ。おい。おい。おい。ああ、なるほど。分かった。レディングと一緒に。もう少しイメージ的にボール手前に置く。手前に。はい。うまい。ナイスサーブ。掴んできたぞ。うまい。うまい。もう大丈夫俺。いい感じで。お二人にサーブの的当て対決をしていただきたいと思います。はい、ルールはですね、ちゃんと向こうのサービスボックスに入ったら、はい、1点。後ろの赤、黄色、オレンジのコーンにどれかに当たったら2点プラス、はい、で、前にちっちゃいマーカーとボールが置いてあると思うんですけど、はい、あのマーカーに当たってボールが落ちたらプラス1点。全然違うじゃん、玉の2球ずつ打っていただきます、はい、2球打って交代、2球打って交代、はい、それを5周。5周いいです、いいですか。オッケーです。順番決め大丈夫ですか、はい、大丈夫です。最初はグー、じゃんけんぽい。俺高校強気の高校。はい、サンキューサンキュー。わあ、ノー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 。今どうレプリ？ノーノーノー。おい！ノーノーノー。マイチームでしょ、あなた。わあ、やあ。わあ、やあ。何今の形崩れてるじゃん。そうですよ。こうや、見たことないよこんなの。でも1点。いやー当たると思った今。3周目ですね、3セット目。こういうことや。ナイスサーブ、1点。おー、危ねえ。やーる。何俺弱いじゃん、この本番に。あー、惜しい。あー、惜しい。もう一回やり直すか。入ってる。入ってる。4。1点。4ウィッチ？通さなきゃダメじゃん。いけるか。うわあ！うわあ！
同点。入って2点だから3点。4対4。おい4対4。ノーカットね。さっき打てた取り消し、ノーカット、ノーカット。もう、はい、これもし入れたらトゥリューさんの勝ち。ノーカットですよね。いや、こうままになっちゃうよ、これ。勝負に出したらこうなっちゃうよ。はい、ボス。5点、3-1の4-1で、サーブが入っていってコーン倒したんで2点。ボス。最初はグーじゃん。イエーイ。Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, esse alguém sou eu vivendo sozinho por alguém que não vive mais do meu lado. Será?